先生。もう先生じゃない。あ、すみません。あなたも私の生徒じゃない。え？やっと言える。私も、田中くんと付き合いたい。バレンタインの時はごめんなさい。あの時、まだ田中くんは生徒で、手紙を渡すつもりだったのに、恥ずかしくて。それって。好き。